はい、どうも。今回はですね、キュウリの小口切りをちょっとやっていきたいと思います。はい。まあ、僕が聞いた話では今、まあ、小学校か中学校の家庭科の、まあ、テストとかでも、実技テストとかでも結構行われてるらしいので、今回はちょっとわかりやすく説明していきたいと思います。はい。じゃあまず、この端を切ってください、キュウリの。そして切りましたら、こう、切っていくんですけど、極力まあ、こう、細く、切り方的にはまあ、こうですかね。こういう感じですかね。こう、こんな感じですかね。はい。で、ちょっと切っていきたいと思います。ちょっと最初はゆっくり切っていきますね。こう、左手でしっかり持ってあげてください。で、こう、指を。こう添えてあげて。で、絶対この辺指を切らないようにしながら切っててください。もしね、長いのが持ちづらいでしたら、まず半分に切ってからこう練習していっても大丈夫です。はい。じゃあ、いきます。はい。ちょっとゆっくりいきますね、最初は。こうですね。こう。こう。こう、こう、こう。わかりますかね？こう、こう。で、こんな感じで切れていきます。こう、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 こう。で、切るときは本当に力いらないです。もう。たまにね、結構早く切ろうとして、すごくガーって力入れてる人いるんですけど、本当に力はいりません、切るときは。力入れなくても包丁は切れます、勝手に。はい。で、包丁持つときなんですけど、まあこれ人それぞれなんですけど、まあ、この部分をこう、親指と人差し指でこう持ってこう、切るのでもいいし、僕はちなみに、この包丁の上の、こっちは刃ついてる方で、こっちは刃ついてない方ですね。刃ついてないこの一番上の部分に、こう人差し指を置いて、でこう切ってます。こんな感じで切るときはいつもこう切ってますね。こうやって持つことによってこうバランスがこう取れるんですよね。言ったらこうまっすぐこう切れるんで、ここに人差し指を置いてた方がこうバランスよくこうできますから、ここでバランスをこう見ながらね、こう支えながらこうやって切れますから、まあ僕はちなみにこう思ってます。もう本当にやり方は人それぞれなんで任せます。別にこことここをこう人差し指と親指でこう持ってこう切るのでもいいし。はい。で、ちなみに僕いつも野菜切るときはまあこっちの先で切ってることが多いですかね。まあ別にこっちの下の方で切っても別にこう切ってても大丈夫ですし、この辺もまあ人それぞれなんで任せます。はい。で、まあ切るときはこうですね。こう、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 こう。リズムよく切っててください。はい。もう本当に力はいりません。もう本当にこんな感じですね。はい。で、今テストはどんな感じなのかわからないですけど、僕が聞いた話では1分間にどれだけキュウリがいっぱい切れるかみたいな、そういうテストしてるっていうのを聞きました。まあひょっとしたら今はやり方が変わってて、どれだけ正確にこのキュウリが切れてるかどうかを見てるだけかもわかんないですし、それとも枚数を言ったら1分間にどれだけ切れてるかを見てるかもわかんないですし、この辺はわからないです。学校によって。はい。まあでもとりあえず今回は切り方だけでも説明しておきたいと思います。はい。そうですね。で、まあ、慣れてきたらこんな感じで切れれるようにもなります。じゃあ最後にちょっと一回ちょっと僕もやってみたいと思います。はい。どれだけまあ切れるかどうかちょっとやってみます。1分間ですね。スタート。
はい。かなりちょっとここら辺とか結構当たってしまってぐちゃぐちゃになったやつもありますけど、まあこんな感じですね。はい。あ、これとかちょっと太かったですね。まあ本当に慣れたら全然1本分ぐらいやったら、まあ1分以内に切れるとは思うので、はい、ぜひね、皆さんも、まあ、検定とかあったりすると思うんで練習してみてください。はい。まあ、本当にやるときは、落ち着いてやってくださいね。はい。まあ、本当に一応やっぱり包丁を使うわけですから、怪我してもね、ダメなんで、本当にゆっくり、丁寧にやっていくように心がけててください。はい。というわけで、今回は以上となります。どうもありがとうございました。